ばんは。二人ぼっちのジョーです。アンです。トイレットペーパーケースト始めていきたいと思います。始めていきます。前回は、はい、結局トイレットペーパーをカット族の下っ端を倒して1万ゴールド入手して、で、うん、プレミア価格のトイレットペーパーを買ってしまった、そうね、エンドに行ったんですけど、今ここ大都市に来てます。ちょっと話せてないキャラクターがいたので、ちょっと話そうね、ちょっと聞いてみようか、見ようかなと。まずこの子、ワンちゃん、ワンちゃんの散歩をしてるんです。あまり外に出たくないけれど、こればっかりは仕方がなくて。まあ ね、そういう人多そう。だってなんかやっぱりストレスたまるっていうもんね、ワンちゃんも。そうだよね、そう、かわいそう、大変だな。散歩は楽しいぜ。ちょっと悪そうなの。お姫様、ね、なんかすごい宮殿だね。ね、大都市の半分もうここの屋敷が牛耳ってんじゃない、買い占めてんじゃない。ここが実は、うん、あ国からマスクが支給されることになりましたの、いいことです、ね、1人2枚。皆さん届きましたか？ね、まだうちは届いてないですね。アベノマスク届いてないです。ちっちゃいのかな、やっぱりあれ、あの給食当番みたいなやつね。ね、ちっちゃいのかな。いや、むしろ大きいって聞いたよ。あ、そうなんだ、うん、結構顎出てらっしゃるじゃん。出てたね。そうで、結構ちっちゃいちっちゃいってツイッターでも話題になってるらしいんだけど、そうなの、大きいんだ。あいや、まあでもこのさ、あらかじめっていうのもさ、コロナの前からだったらいいけど、コロナになってからだったらちょっと、まあいや、でもさ、絶対金持ってるからさ。そうだよ。あ、買い占めてそうだな。買い占めっていうか、値段が上がってから、そのさ、ダメってなるまでにちょっと期間があったじゃん。その時に多分、そうね、バッと買ってんだろうね。買ったんだろうな、プレミア価格でバッと買ったんだろう。だよね、買い占めるよね。めちゃでかいね。うん、でかい。そっか。今もう売ってないんだよね、プレミア価格では。ね、もう転売が禁止になっちゃったしね。この人は。この都市は普段観光客もいて栄えているんだけど。コロナウイルスが蔓延し始めちゃってからは、コロナだ。あ、本当だ。コロナって言っちゃってた。コロナ、ま、すみません、パートは間違えてました。ね、今気づいた。コロナウイルスでした。コロロウイルス。で、今ね、全く別です。別ですね。はい。はい、蔓延、コロロウイルスが蔓延し始めちゃってから、はい、ほとんど人がいなくなっちゃったよ。コロロウイルスも大変だね。人いないじゃん。ね。自粛してんじゃない、こういうなんか出したままね。あ、ここさっき連れてこられたとこだよ ね、結構無造作に積んであるな。これで一周かな。喋ったもんね。一周しましたね。ね、じゃあ行きますか、情報屋。入るどこも営業してないね。ね、休業中だ。休業中だね。あ、なんだい君は。あなたが情報屋さんですか。いかにも。読んだね。読んだか。さあ。考えて。そうだね。結構高いからね。高いよ。1万円。じゃ、何ロールか教えてほしいわ。そうそうそう、プレミア価格で。ダンボールで1枚とか、ね、置いてある1箱とかだったらまあまあまあって感じだけど、ダンボール1個でとかならさ、まだあれだけど、探したことあるかな。みんなに言う、これ。そう、みんなに言ってるよ、絶対ありそうな顔してるもんな。お買い得。いや、お買い得ではないよ。まあさ、でも絶対いるからさ、まあ必要ではあるんだけどね。困るから高くてもっていうのは分からんこともないけど、普通じゃないよね。おかしいよ。
ちょっと今回は買わない。これはそうね。みんなのためにも。いろいろあったけど、やっぱりここでトイレットペーパーを買ってしまうのはなんか違う気がするんだよな。えらい。あ？ここまで来ておいて買わないんだって？3人ケツ野郎に興味はねえよ。どっか1枚な。ちゃんと拭いてきたよ。見て態度変えてくるじゃん。多分ささっきまではめっちゃさ優しかったんだろう ね。とっても解読ですよ、ついてますねみたいな感じで。なんだお前買わねえのか。そう、でも買わないって言った瞬間、仕方ない、トイレットペーパーは買えなかったけど、一度村に戻るとするか。できてるかな発明に。さて帰ってきたはいいけど、トイレットペーパーがないんじゃどうしようもないな。困ったぞ。おーいめっちゃ早い。見ていい、ここにいたのか。国のお偉いさんがお前に会いたいってこの村まで来てるぞ、急げ。誰？バレたんじゃない、強奪。そっ ち, ちょ、いいニュースか悪いニュースか教えてほしい。そうそうそう、どっちだこれは。どういうことだ。見ていくん、この度は盗賊を討伐してくれてありがとう。討伐？そういう感じなんだ。倒してないけどね。ね、幹部だけどね。盗賊たちはさまざまなとこから お金を奪っては皆を困らせておったのだぞ。盗賊たちから取り返したお金は報酬として君に授けよう。大事に使ってくれたまえよ。いくらいくら。1万。何に使うべきか。どうだろうね。あそういうことか。そうだ、このお金で自分たちでトイレットペーパーを生産できる機械を作ったらいいじゃないか。なるほどなるほど。なるほどね。そっちパターンか。まあでも実際難しいけどね。まあでもこれでここの村の産業としてトイレットペーパーを売り出して、うーん、1枚で売るんでしょ。そうそうそう全部プレミアかける最悪じゃん。これはいい案だな。えらい、町のためにお金を使うなんて偉いぞ。見て、俺に次にうちのお店に来た時は雑巾をタダでやるよ。いらねえ。足からは美少女フィギュアを一つやろう。いらんわこうして見ては町の村の人たちと共にトイレットペーパーの生産を始め、彼のお尻の安泰は約束されたのでした。後に品質の高いトイレットペーパーは話題を呼んで有名になり、シリセレブとして村の一大産業になったのでした。すごい、素晴らしい、ハッピーエンド。いやハッピーだよ、よかった。いやハッピーエンドたどり着いちゃったな、ね、おー面白い、ね、すげえ。誘惑に勝ってよかった、ね、買わないってやっぱダメだね。えらい。なるほど。じゃあ次は盗賊のアジトに行った時に下っ端から行ったんだけど、うん、ちょっとボス、そうね、いきなりちょっと、うん、行きたいなと思って、多分これかな、うん、そっち、うん、上がボスです。ちょっといきなりボスに。まださ、装備がさ、トイレットペーパーのシーンなんだよ。聞くかな、幹部にはすごいなんか多分恐怖症だったから、うん、いやボスに効くかな。レベル1だからちょっとわからんけど、ね、そんな感じ。ボスだよね。そう、マガイリーなりにもボスだから強そうだし。あれ、なんだてめえ、見ねえ顔だ、どっか来やがった。さっきはさ、幹部倒してからこいつに会ったからさ、こいつが逃げてくれたんだよね。そう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 。でも今回幹部倒してないから戦うんかな。お前が盗賊の、あ、お頭だったの？うん。とっととくたばってお金を譲ってもらうぞ。急に来ておいてむちゃくちゃな、言うなこのガキ。なんかあれだね、下っ端のが幹部のが強いんだね。ね。なるほど。お前にやる金など一千万じゃしねえよ。ガキはおとなしくお家に帰んな。おお。バトルだ。盗賊ボスが出現。あ。あるかな、トイレットペーパー。装備したしてないよね。よかな。多分してないよ。攻撃。あ、何もしない。え？戦闘でどうやったらいいんだ。1だもんね。装備することも知らないから。そうか。難
のシーンになった。お前舐めてんのか。おい、めっちゃ強いやん。めちゃめちゃ強かったやん。クソ、やっぱりいきなりボス戦は気が早すぎたか。なめんなよガキが。どういう目的かは知らねえが、てめえのむちゃくちゃが通用するほど世間は甘くないんだぜ。盗賊も結構なむちゃくちゃしてるけどね。ちゃんと分別してっから。とりあえずアジトから逃げなければ。お、逃げ足だけは早い。なんだっけ、一瞬敏捷性。敏捷性は100ある、うん、多分それも。ボコボコにされるわ。お金も手に入らないわで散々だぜ。とりあえずこのままだ。愛しに行くしかないけど行くんだ。ねえ、お金が手に入らないとどうにもならないよな。情報屋がいるからなんとかな。もしでお金を手に入れる方法はないものか。いやどうすんだろうね。おう、こうまでかい。さすがに圧巻だな。ねえ、どこで買えるか分かんない。そう、そもそもお金がないんだよね。そうそうそう。でも、差し出せるものといったらもう臓器ぐらいしかないよね。いや、臓器とトイレットペーパーはかける天秤が重すぎる。だって体しかないからね。そうそう、トイレットペーパーの芯しかないから。おや、お前さん見ない顔だな。何か困ってる様子？それなら情報屋を探してみるといい。この都市では困ったら情報屋に頼るのが鉄則なのだよ。へへへ。なるほど。でも行っても買えないからね今。行ってさ、さっきさめっちゃ逆切れってかさ、買わないってしたら怒ってきた人いるじゃん。そうね、あいつさ多分相当ヤバいやつだと思うんだよね。だろうね。臓器売買ありそうだよ。そこまで。そう、情報屋は連れてってくれて。完全に闇市なんだそこは。なんかね、怪しいもん。だってさ、もうルートがさ、ここにいたさっきのおばちゃんから情報屋から、あそこまでのさ、ルートがもうさ、この橋から来た人はみんなその運命を多分たどるんよ。まあそうだね。ねえ。わ、怖いなぁ、どうなるんだろう。この人ですね。すいません。あ、なんだい君は。あなたが情報屋さんですか？いかにも俺らが情報屋だが、あんた見ない顔だな。何が知りたい？これトイレットペーパーが欲しくて、でもお金がなくて。店を教えろってか。まあいいぜ、こっちだ、ついてきな。あ、そう、うん、あ、ちょっと待ってくれ、実は俺お金なくて。あ、金がない？そのもん俺が知ったことか。いや、待てよ、悪いことが考えてるよ。うわ、ほら、ちょうどいいな。ちょうど今厄介な仕事を頼まれたところだったな。こいつを利用して仕事を片付けるのはありだな。絶対なんか危ないもの運ぶ仕事でしょ。ちょっと考え事をしててな。はは。実はな、金がないお前にいい仕事があるんだ。やばいぞ、やばい、簡単に稼げる仕事って一番怖い。怖い。それで稼げばトイレットペーパーも、トイレットペーパーくらいすぐに買えるだろう。どうだ、やってみないか。マジですか。あ、セーブしとくんだった。いやー、そうだった、セーブしとくんだった。まあどうだろう、でもこの働く内容にもよるけど、ちゃんとして働いて稼いで金でトイレットペーパーを買うなら、もう買い占めは良くないけど、それでもまあどうしようね、やるかやらないか。でちょっと気になる、まあ先に教えてほしいんだけど、仕事をちょっと今回やってみようかな。よし、行ったな。なんかさ、書かされてない、ね、母音とか押されてないね。え、怖っ。それじゃあこの荷物をとある人物まで届けてほしいんだ。なに、簡単よ、都市から出るわけじゃねえ。まさかのここでお使いか。中身は見るんじゃねえぞってやつでしょ。すーくー、それってやばい仕事なんじゃ。ただし中身は決して覗くんじゃねえぞ。そいつをこの年の散歩をしてる男に渡せ。それで依頼達成だ。散歩をしてる男か。いたいた。報酬はその男からもらえるはずだ。
言ったらさ、期限切れてんだよみたいな、怒られるんじゃないの、まあ、ちょっと裏怖いって言って、うわー怪しいカバー、うわ何入ってんだろう、え見ちゃダメなんだよ、気になる、でもこれあまりもたもたすんじゃねえ、さあ行った行った、仕方ない、お金のためだ、散歩をしている男にこれを渡せばいいんだな、さっきさ、うん、犬いたやん、いたね、ちょっと怖いんだけど、あでも後ろか、うん、飛びかかってこないかな、大丈夫じゃない、この人だよね、うん、するするこの年は普段コロナ率が蔓延して、あ、この人じゃなかった、セルフショーか、あ、下の、あ、違うか、え、散歩している男、この人か、この人か、ちょっといかつそう、いかつそう、あ、ちょっと濁してたのもそれなんだ ね、 そうね、僕はその散歩さ、おや、そのカバンは、そうか、君が、えへへへへ、中身は覗いてないだろうな、そうか、よし、前田リー、ほら、これが約束の報酬だ、これを持って早く消えた、消えた、おお、何をしたんだ、報告ね、言われた通り荷物を届けてきました、よし、よくやった、それでお前は店の場所を探してたんだったか、はい、それじゃあ俺が連れてってやるよ、こっちだ、ついてきな、あ、こっからは運動が違うんかな、で、また買う買わないがあるのかな、いやーどう、うーん、とりあえずどうだろう、一回まあでもちょっと話しかけてみようか、うん、でも片っぽさ、エンドが一緒だったらさ、うん、もう片っぽも一緒かなと思うから、うん、まあどこで稼いだお金かっていうのが違うだけ、うそうだね、いやどうしよう、どうなんだろう、とりあえず買いましょう、買いますか、うん、買う、生だもんね、トイレットペーパーを手に入れた、だぜ、いやでもここでできてるのかな、どうだろうね、手に入られて本当に良かった、お、あ、一緒っぽいな、稼ぐあれが違っただけで、あ、一緒っぽいな、お、お前か、喜べよ、俺たち自分の力でトイレットペーパーを生産できるようになったんだぜ、うん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 、一緒だね、うん、ああ一緒だ、あ一緒だ、なるほど、だから稼ぐあれが違っただけで、ね、でも買わないと、うん、王様が来ないよ、王様倒してないから、なるほど、ちょっとそこ見てみない、そこだけ見てみようか、うん、一人だけで来たので、うん、これで買わない、買わないってすると盗賊倒してないから、ね、どう、そうだよね、王様は来ないんじゃないかな、だよね、逆になんかさ、お縄じゃない、マジか、その怪しい密売に関与した凶暴罪、とりあえず買わない、うん、買わない、うん、そう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 、なんかちょっとさ、良くない、ちょっと汚いお金だよね、そう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 、やっぱり買うのはやめておこう、うん、出た出た出た、一枚な、やりましょうか、うーん、あ、うーわ、うわー、君ちょっといいかね、え、マジか、これさ、めっちゃ怖くない、道端でさ、もしね、これ警察官だとしたらさ、うん、道端で急に警察官にさ、ちょっといいってめっちゃ怖くない、わかる、なんかさ、何にも警察官の前とか通るときってさ、うん、何にもしてなくてもさ、ちょっとドキドキするよね、する、それが話しかけられたらさ、うーわ、仮にね、何もしてないけど、うん、それでも怖いし、むしろちょっと後ろめたいことしちゃってたらもう余計に冷や汗もんだよね、なんか昔ちょっと声かけられたことあったけど、うん、すごいドキドキした、怖いよね、別に何も悪いことしなかったけど、うん、なんかドキッとするよね、するよね、なんか変な汗出る、そう、冷や汗出るよね、うわー、な、え、な、なんですか、蹴取ってる蹴取ってる、やっぱり
しい。君が怪しい荷物を運んでいたとの情報通報があってね。でもさ、運んでたのが、まあ、悪いけどさ、受け取った人が一番悪くない？だから受け取った人が捕まってみてのことを吐いたんじゃない？いや関係ないじゃん。少し調べさせてもらうよ。そんなやっぱり怪しいことには手を出すべきじゃなかったぜ。でこうやって釈放されたんだ。その後取り調べを受けたミテイは自身も巻き込まれただけだと誤解を解き無事に釈放されたが、今後は自分の危機管理に一層注意することを誓ったのであった。そうだね。この後また無所にぶち込まれてミテイも盗賊になるエンドかと思った。何が入ってたんだろう。やばい。バッドエンド。バッドエンド、まあ確かにバッドエンドかな。なるほどね。これでエンドは3つ？3つだね。買って買ったけどできちゃってました、生産する機械が村でできちゃってましたっていうエンドと、うん、あともう1個は買わずに装置を作る、うん、ペパーを生産する装置を作るっていうエンドと、まあ、ちょっと怪しい仕事をしちゃって、うん、それがバレるそうねバッドエンドの3つが回収、うんできましたね。そうね。なんかまだまだエンドありそうだよね。そもそも盗賊に行かないとかもあるしね。そうだね。大きく変わりそうだよね。うん、そうね。で、まあ、今度は仕事しないを選びながら、うん、まあ他のエンドも回収していけたらいいかなと思いますが、ね、まあ、今回はこの辺で、はい、はい、終わりにしたいと思います。いや面白い、面白い、めっちゃ面白いね。うん、コロロウイルスだからね。コロロウイルスだね、うん、まあ、皆さんも転売と、うん、買い占めと買い占め、うん、怪しい仕事はそうね、やめましょう、うん、約束です。はい、はい、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。はい、バイバーイ。 バイバーイ。